金の格子の偶像を崇拝する、ものら偶像崇拝とは、偶像を崇拝する行為である。偶像という語には、人形、人間に似せたものなどいくつかの意味があるが、ここでは、木材や土、金属など、具体的な物質でかたどられた像の、内崇拝的対象をかたどったものを指す。また、偶像崇拝という単語自体は、そうした像をあがめることを禁じ、 あるいは批判する立場から否定的な意味合いで使われることが多い。他方、何らかの像を崇拝する信仰では、一般に崇拝の対象となる像を、心臓や仏像などと表現しており、またその信仰形態を自ら偶像崇拝と定義する例は少ない。たま像と書かれるが、プロテスタントなどにおいては十字拝の祈りも、偶像崇拝とされ、首飾り、五符、 ご神体などを信仰対象にすることも偶像崇拝である。エホバの承認においては、葬儀や墓、遺骨なども偶像崇拝とみなされる。旧約聖書では、イスラエルの神は預言者モーセに、神の指で書かれた石の板2枚、十回を授け、偶像崇拝を禁じた。ゆえに、アブラハムの宗教と呼ばれる、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの諸宗教では、 偶像崇拝は近々とされており、神を可視化してはならない。特にユダヤ教においては厳格で、19世紀まではユダヤ系の画家、彫刻家などの芸術家が排出されなかった。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、 それらに使えたりしてはならない。新共同約聖書でエジプト期24から5、モーセの十回イスラエルの民が金の格子を崇拝した際には極刑をもって処罰された。他の国々や諸宗教で信仰の対象とされている偶像については以下のように全くの無能であるとされた。彼らの偶像は白金と小金で人の手の技である。それは 口があっても語ることができない。目があっても見ることができない。耳があっても聞くことができない。鼻があっても嗅ぐことができない。手があっても取ることができない。足があっても歩くことができない。また、喉から声を出すこともできない。これを作るものと、これに信頼するものとは皆、これと等しいものになる。詩編115章4節から8節、吉青は、 ユダとエルサレムを清めるために偶像を粉々に打ち砕いた。イザヤ書の中でも、あるじはご自分の栄光を偶像に与えることはない、と明記されている。新約聖書で、偶像礼拝と訳される、ギリシャ語のイープシロンデルタオメガラムダ、ラムダアルファタウローアルファの語は、キリスト教の文献にしか出てこない。肉の働きは明白である。すなわち、不貧光、汚れ。 公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、縁お及び、その類である。私は、以前も言ったように、今も、前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。ガラテヤ人への手紙5章19節から21節、それだから、愛する、者たちよ。 偶像礼拝を避けなさい。コリント人への第一の手紙重章14節だから、地上の死体、すなわち、不貧困汚れ、情欲悪欲また貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は、偶像礼拝に他ならない。これらのことのために、神の怒りが下るのである。コロサイ人への手紙3章5節6節10回死と、ヨハネの弟子であるポリカルポスは、 スミルナ教会の監督であったと伝えられる。ポルカルポスは、ヨハネの目視録2時10分にある、死に至るまで忠実であれを読んだ。ポルカルポスはこの言葉通りに、皇帝を拝む、偶像崇拝を拒み、火炙りにされた後に差し殺され、殉教した。キリスト教においては、旧約聖書の記述から、偶像崇拝を禁じている。1932年5月5日に、 上智大学の学生の一部が靖国神社の参拝という偶像崇拝行為への拒否を公然化したためカトリック、イナ、全キリスト教そのものが日本の国体と相入れない邪教である。その信者やその活動である学校経営は反国家的である。日本を外国に売る売国奴である。外人教師や宣教師などは それぞれの母国から派遣されたスパイであると非難された上智大生靖国神社参拝拒否事件が起き、信者たちの信仰活動は動揺した。そのため信仰よりも教会防衛を優先した当時のカトリック教会指導層は祖国に対する信者の務めを出し、神社参拝を容認した。これらの偶像崇拝と宗教弾圧への動揺は今日では自己批判されている。 プロテスタントでも日本キリスト教団などエキュメニカル派の一部は、他宗教に対して比較的寛容であり、戦前より、神社参拝、宮城洋拝、国民儀礼、御神英敬礼、将校などの行為を行っていたが、戦前のみのミッションや中田重春監督指導時のホーリネス、戦後の福音派などは、これらの行為が、聖書に反する偶像を崇拝であるとして、これらの行為を禁じていた。 日本キリスト改革派協会のとこ派流行は日本キリスト教団の結成式で行われた宮城妖怪は偶像礼拝であり、神に対して死に値する罪であったとした。また日本キリスト改革派は1951年の第6回大会ですべての神道神社は偶像であり、我々はそれを礼拝することを拒絶する。神棚、仏壇その他どのような宗教的事物に対しても、 頭を下げて、礼をしない。と決議した。中央人学校のチャップマン教授は、日本の教会が神社参拝に対して明確な態度を取れなかったのは、旧約聖書の知識を書いていたからだと指摘した。また、日本の教会は自由主義神学の高等批評によって、信仰が骨抜きにされており、上村神学が簡易信条主義であったことから、 異教の偶像崇拝に対して抵抗する力を持たなかったと指摘する者もいる。福音派など聖書信仰の教会は1959年11月18日の日本選挙100年記念聖書信仰運動大会において偶像崇拝の罪を神の御前に悔い改め告白した。我らは過去100年間キリスト者として個人生活的にもまた国民生活的にも 一切の偶像崇拝を廃棄すべき聖書の命令に応えることにおいて欠けたところの多かったことを神の前に反省し通説なる悔い改めを告白する聖教会の教えによると木や金属その他の材料によって形作った像を神として崇めることばかりでなく強欲、主食にふけること傲慢と名誉欲も偶像崇拝であるとされている彼らの最後は滅びである 彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のことである。ピリピ人への手紙三章19節イスラム教において、シルクと呼ばれる、偶像崇拝の行為はアラーフが許さない、唯一の罪である。また、アラーフの片城を作って拝むことさえ、タウヒードに反する、許されない罪である。よって、世界のどこにい,いようが、聖地真っ赤の方角を向いて拝礼すればよい。 ムハンマドを描いた絵画も、ムハンマドへの個人崇拝を拝するため、顔に布をかけた姿で描かれている。ありがとうございます。